和田先生の方で歯の構造の方で説明がありましたように、この、歯です。こっちが歯の外側、こっちが歯の中側を、示しております。でエナメル質は今ちょっと便宜上取っ払っちゃって、示してあるんですが、この青い粒々、中を見ると象牙細管というところには象牙細胞という、 こう小さい細胞がの突起が中に入り込んでいる構造で、それが、歯の硬い部分と歯の神経歯髄との間にこう膜を作っている状態になっております。でここがむき出しになりますと、ここに入った刺激が、中に伝わっていって、この中が水が移動したりとか、体積が変わったりすると、この赤く書いてあるのが神経終末なんですけども、それが刺激されて、まあ、脳に行くというふうになっております。でこういう表材性、象牙質に入った刺激っていうのは、ツンと締める早い、ツンと締めるような早い痛みとして、認識されています。でまたそれ以外にも、歯髄の中、歯の神経の中には別な痛みの成分を伝える神経が、います。でこの成分というのが、緑で書いている成分でして、遅い痛みを伝える成分です。で、これはそれぞれが、脳幹といわれるところで、情報が中継されて、さらにもう一回中継されて大脳皮質に伝わります。で伝わる先が、遅い痛みは辺縁皮質に伝わって、どれぐらい、その自分が今障害を受けているかというのを快感として認識して、早い痛みというのはどこが痛いのかというのを、伝えます。で、人間になる前というのは、進化する前というのは動物ですから、動物の状態から考えますと、自分がどれだけやばいかというのはゆっくり考えればいいことであって、どこがやばいかというのはすぐに、その足が痛くなったら足を引っ込めなくちゃいけませんので、そういう成分というのは早く処理されます。でまたこういう遅い痛みの、処理というものというのは、内臓ですね、臓器感覚、内臓の痛みなんかは全部こういう遅い成分として処理されていますので、お腹痛い時もお腹は痛いんですけど、お腹のどこが痛いかはよくわからないようになっています。で、まずこの虫歯になって歯医者さんに行かれた方はわかると思うんですけども、しみるんですか、ズキズキ痛いんですかっていうのはまず最初に聞かれると思います。でこれは何を意味しているかと言いますと、しみるんでしたらまだ象牙質までしか溶けていない、ズキズキ痛いんだったらこれ全部溶けちゃった、穴が開いちゃって歯髄が痛いだろう、そのための診断のために、まず最初にどっちの痛みでしょうというのをお尋ねします。で、後でまた説明しますので、この痛みが2種類ある。で押されるような鈍い痛みっていうのは歯髄まで到達している痛みだということを、まず覚えていただきたいと思います。痛みの、話題でもう一点、面白いものがあります。例えば、ひどい虫歯になってしまった時に、その首とか肩が凝ったりとか皮膚が痛くなったりします。それとか、アイスクリームを一気に食べたりなんかしますと、頭の前の方がキーンとしてしたりします。でこれは、連環痛と申しまして、どういう現象が起きているかと言いますと、歯に行っている神経を中継するニューロンと、それからこの場合です、どちらの場合も皮膚だったりとか、その頭の、脳を包んでいる膜に分布している神経、そういったところに行っている神経の情報が一つの神経に集まっちゃうことがあるんです。一つの神経に集まっちゃうと、そこから伝わったところは同じ痛みとして認識しますので、ここが痛いのにここも痛く感じると、でここは別に病気でもないのに痛みを感じるというような、情報が、混線しちゃうということが、脳の構造のために起きます。でこれは、魚とか、魚っていうのは手足がありませんので、昔、動物が魚だった時代にはそんな風な情報が混じっちゃってもよかったんですけども、手足が増えてきたとしても、脳には縦増しの原理っていうのがありまして、古い脳の部分っていうのは必ず保存されて、その周りに新しい部分が作り出されてくると
というのが、進化の原則なんですね。ですので、脊髄とか脳幹とかの、こういう情報を伝える、ニューロンの一番深いところにはこういう魚の時代の古いニューロンがいて、それが、情報を混ぜちゃって取り混ぜちゃって混線させて脳に伝えて場所が違うところが痛く感じるというふうなシステムになっています。で、あと原始痛っていうのがありまして、例えば交通事故なんかで不幸にもこう足が、切断されてしまったような患者さんの場合ですと、亡くなったはずの足が痛いという感覚が、生じることが多いです。しかし、なぜか歯はですね、そういう原始痛というのがほとんど現れません。抜いた歯が痛いという話はまずないです。で、それはなぜかっていうとですね、動物の時代からその歯がやっぱり寿命を規定していたようにですね、歯は基本的に人間は違いますけど動物は抜けちゃうものだというふうになっているらしくって、歯が抜けちゃった後にこの中継するニューロンがですね、あっという間にこういなくなっちゃうんですね。死んでしまう、この歯を抜いてしまうとこの神経が死んでしまう。で、そういうシステムがあるらしくて、歯は抜いてもそこの歯が痛くなるということはないと言われています。で、もう一点、痛いときに余計に痛くなるというメカニズムがありますので、それのお話をさせていただきます。左側の図なんですけども、歯の周りに痛いところがあります、あるとします。そうしますと2つの、やり方、2つの、2つの流れに分かれて痛みが余計痛く、感じられるようなシステムになっています。まずこっち側、下側の方っていうのがその病気がある痛くなっている場所での変化です。痛くなっている場所では、痛みを感じた神経から、タンパク質の小さなタンパク質が出まして、そのタンパク質のせいで、炎症が余計ひどくなる方向に、なります。炎症がひどくなればひどくなるとぐる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 回ってどんどんひどくなっていきます。で、それがあるとどうなるかというと、炎症が起きて腫れますので神経を押されて、機械的に押されて、それが余計に痛く感じる。で、これがその炎症がある、病気がある現場で起きていること。で、もう一つが中継している、ニューロン、このニューロンが、中継してますけども、中継しているニューロンに痛みがガツンと一回来ると、このニューロンというのは膜が興奮、このニューロンが興奮することによって次のニューロンに情報を伝えるんですが、ガツンと情報が入ると興奮しやすくなります。そのために、特にあの、鈍い痛みの方ですね、先ほど説明した遅い鈍い痛みの方は、慢性痛って言いまして、膝の関節がずっと痛い患者さんなんかはどんどん痛みを感じやすくなるでしょう。我々の歯科の業界ですと、顎関節症の耳の前ですね、顎関節の方が、非常に痛く、なっている人っていうのは常にずっと押されていて痛みを感じやすくなってますので、どんどん痛くなってしまう、そういうメカニズムになっております。そしてですね、ニュースで、ご覧になった方もいらっしゃると思うんですが、ロキソニンという薬が、市販薬になります。ロキソニンという痛み止めの薬は、普通、歯科医師でも、歯を抜いた後に処方したりとかしていたようなかなり、強い薬で、あります。で、そのためにですね、なんでこの話をしようかと思ったかというとですね、ついこの間、居酒屋でお酒を飲んでいるときにですね、後ろの方でサラリーマンの方が2人ですね、虫歯に歯の痛み止めは効くっていうことを聞かないっていう人が一生懸命論争してたんですね。で、その場ではちょっと突然終わって入るわけにはいかなかったので、ここでちょっとその話をさせていただきたいんですが、痛み止めという薬は、そのロキソニンとかバファリンとか、インドメタシンとか、そういうような痛み止めの薬っていうのは、末梢で刺激があったときに、先ほどの図でいうところの、ここのぐるぐるが始まる最初のところですね。
血管透過性が更新するような最初のこの神経ペプチドが出るようなところ、このカスケードのアラキドン酸からプロソグランジン2ができるところを代謝を止めることによってさらに炎症が広がって痛みが強くなるというのを止めるんです。ここの末梢だけですね、末梢を止めます。でそれに比べて麻酔薬っていうのは全然違いまして、刺激がされた興奮が、神経層で興奮伝達するここをブロックしちゃいますので、脳にここは痛いんですけども脳みそには痛みが届いてないので痛みは認識されて痛くないということです。で大事なことはですね、確かに痛み止めはですから効くといえば効くんですよ。ただ痛み止めが効くということはちょっと思い出していただきたいんですが、痛み止めが効くっていうことはこの遅い痛みを感じているということですので、造血質も全部溶けちゃってるんです。で歯髄に炎症があるから痛み止めが効いてると。でこれは歯医者さんに来てください、痛み止めでごまかさないで。でもうこの歯髄を治すっていうのがですね、あの和田先生みたいにもうずっとやってらっしゃる方は楽なのかもしれないですけど大変なんですよ。この神経を治すっていうのは完璧に治すのっていうのはものすごく気を使うような作業なので、できたらそんなのでもう痛み止めで散らさないでですね、ちゃんと歯医者さんに来て治していただきたいと思います。